はい、こんにちは。物欲名古屋人です。ついに導入しました。今回は照明の紹介をしたいと思います。こちらです。ゴドックス SL152 というビデオライト、 LED のビデオライトをご紹介いたします。いや、ついにですよ。ついに照明ということで、夜もね、非常に快適に撮影ができる環境が整いました。と言いますのも、こちらゴドックスの SL150 ですが、前回の Amazon プライムセールですかね、 Amazon プライムセールでなんと 30% オフというね、ものすごく安い値段だったんですよ。どれぐらい安いかと言いますと、なんとね、こちら4万円台のものが、29,000円ぐらいで買える。3万弱ですね。はい、3万円を切る価格で購入できるということで、 SL60 というね、もう一回り小さい 60W のものと迷ったんですけれども、光量がね、どれぐらいなんだろうなっていうのがちょっと気になってまして、少しワット数落ちるのを購入して、後で後悔するのも嫌だなということで、今回 150W のゴドックス SL152 を購入しましたので紹介したいと思います。これより上になりますと、ね、200もあったのかな、あと300もね、魅力的ではあるんですけれども、まあ部屋の環境で撮影する分にはこの150あれ十分かなということで、150にしました。結論として大満足でございます。これね、ほんと YouTuber の方、家で夜撮影される方、絶対買った方がいいなというふうに思いました。今までどんな環境で撮影してたかと言いますと、私ね、実は、蛍光灯スタンドですよ、夜。はい、見てください。これこんな蛍光灯スタンドを後ろから照らすのと、あとは、部屋のシーリングライトのみです。ISO 感度ね、結構上がりがちですし、なかなか色とかもね、昼間撮るのと変わってしまったり、まあそれでもね、なんとかこういうね、レビュー系動画なので全然問題なく撮れてたんですけれども、今回このゴドックス SL152 を導入したことで、今もうついてます。今夜ですけれども、バウンスというか天井に当てて照らして、今こんな感じで明るくね、撮れてます。まだこれでも光量 50% ぐらいなので全然上げられるんですけれども、いや本当にね、これはいい商品だと思いますので、皆さん気になった方ね、チェックです。そして今回ですね、なんか付属品というかね、なんかこれいろいろ種類があるみたいでして、クリーニングキットといって、こうなんか手袋とクロスと、あとね、これなんかこれ化粧品のあれみたいですけど、はい、このようにね、このブラシが出てくるような、こういったクリーニングキットとですね、あとはこのハニカムの、はい、このような、これ現行版なのかな、こう成功版っていうのかな、はい、このようにハニカム構造のこんなアタッチメント、あとはカラーフィルターです。カラーフィルター、これね、あんまりこう自撮りっていうかね、私顔出しして話すことはないので、雰囲気出しみたいなのは全然必要ないんですけれども、はい、このようなカラーフィルター、青、赤、緑、黄色、このようなカラーフィルターが付属してますので、なんか部屋のね、雰囲気、照明をちょっとこう色をつけたいなという時には、こういったフィルターあると便利ですよね。うん、ムード出すようなものがあると便利かと思いますけれども、まあ、私基本的に商品紹介なので、その商品の色をね、ある程度見せた方がいいかなということで、まあこうあえて変な色付けはしないでおきますけれども、こういったフィルターもついているというところです。ではね、実際に見ていきたいと思いますけれども、あと標準としましては、このようなリフレクターというかね、この収光のこういった、すごいですね、これギラギラですけれども、このようなパーツがついてます。これはね、物撮りとかするときにはこう光を集めるために使うとは思いますけれども、普段撮影するときはもうほとんど天井バウンスとか光をあめて直接物に当てたりということで、あんまり私は使わない気がしますけれども、まあ、こういったものがあるとね、また撮影のライティングの幅が広がりますし、勉強にもなるかなと思いますので、うん、あとはライトボックスとかアンブレラとかね、まあ、そのあたりどんどんやっていくと、よりね、綺麗に撮れていくんだと思いますけれども、まずはね、なんといってもこの明るさ確保というところで、この SL150 というところを導入しました。こういったね、一発タイプの LED の照明と迷ったのが、まあこれ小さいですけどね、こういった
LED が並べられたね、面光源のもの、もっとでっかいものありますよね。面光源のものと悩みました。まあ、こういったものもね、非常に使いやすくて、特に色温度とか変えれますので、はい。これもね、なかなかこういったのも明るいっちゃ明るいんですけれども、まあ光量がね、全然圧倒的に違いますよね。はい。まあサブライトとしてね、こういったのをこう当てていくっていう感じでは全然いいと思いますけれども、まあこういった面光源の大きいものとどっちがいいんだろうなというところはちょっと悩みどころでございますけれども、まあなかなかね、この大きい面光源も、面光源というのは点光源の集まりですけれども、 LED ライトも大きいものはそこそこの値段はしますので、まあこのあたり、こういったビデオライトか、こういった LED のライトかっていうのは悩ましいところですね。皆さんどういったチョイスをしてますでしょうか。ということで早速本体見ていきましょう。ということでこちらがゴドックス SL152 という、はい、LED のビデオライトでございます。こんな感じですね。さすがに逆光を映すとこの Z レンズでも厳しいかと思いますけれども、こんな感じで非常にね、明るい光を放っておりますけれども、このようにスタンドに設置して、今ね、天井バウンスでこう明るく照らして、そこからね、こう照らされるという感じで、かなり明るく照明として使えております。まあ、直接ね、今物撮りには使ってはいないんですけれども、あとは直接物撮りという形で、ね、当てて使う、さまざまな使い方、部屋を真っ暗にしてそこだけ当てて使うみたいなね、使い方も、さまざまな使い方ができる照明だと思います。そしてセッティングですけれども、見てください。これ、私ね、失敗しました。これね、細いでしょ？ Amazon Basics だったかな？一番安い、Amazon Basics って書いてますね、ここに。はい。一番安い照明スタンド購入しました。この SL152 は、重さ3キロあるんですけれども、やっぱりね、しっかりとしたスタンドがいりますね。見てください。これ、グラグラです。まあ、倒れたりすることはないんですけれども、これファンが今回ってますので、実はね、このファンの振動というか微振動でずっとね、微妙に揺れ続けるという状態、まあ撮影にはね、支障はないんですけれども、明らかにこの上と下スタンドと本体がアンマッチでございましたので、まあこのあたりはもう少ししっかりとしたものを買わなきゃいかんなというのを勉強になりました。そしてこんな感じですね。思ったよりね、コンパクトでした。もう少し大きいかなと思ったんですけれども、はい、このような感じで、本体、これね、今日ずっと稼働させてます。撮影ずっとしてましたので、稼働させてます。何時間も使ってますけれども、全然こちら暖かくないですね。暑くないです。全く暖かくないです。暑くないです。むしろね、このファンがあるので、ここはね、ひんやりとしてる感じです。さすがにこの LED のところになると暖かくなりますけれども、電球よりはね、圧倒的に熱がないですね。そしてここ緩めますと、このハンドルで非常に簡単にこのように、はい、方向とかね、変えることができますので、これはいいですね。で、閉めると、こんな使い方です。スタンド軽いのでね、こんな感じですぐ動かせるっていうのは便利ですけども、はい、グラグラと揺れてますよね。そしてこの表記見ていきましょう。見えますかね。はい、こちらですけれども、今、これ 52% です、これでも。これ 52% の光量です。はい、2つダイヤルがありまして、 FX の設定、これね、照明効果いろいろとすることができるんですよね。ここ見えにくいな。はい、こちらです。2つダイヤルがありまして、この FX というのと、はい、0がこんな感じです。ちょっと揺れ続けてますけれども、こちらが電源ですね。はい、オフにいたします。オンにいたします。ここに 5600K と表記ありますけれども、これはもう変えることできずにこの色温度になります。そして、はい、こちらですね。このように 1%、2% ずーっとこんな感じで上げていきまして、光量調整が可能です。はい、 100% にすると、はい、こんな感じ、もうものすごく明るいです。はい、ものすごく明るいので、そしてさらに上にこう当てると本当にね、照明になりますね。はい、今だいぶこのカメラ上ではね、この当たってない部分が暗く映ってしまっていますけれども、実際はものすごく明るいという状況です。そしてポイントはね、こちら、このね、今 100% にしてもファンの音ほとんどしません。
気になっていたのは YouTube 撮影するときに音うるさいかなと思ってね、この音だけ気になってはいたんですけれども、この SL152 全然音しないです。まあさすがに近寄ると音はしますので、シビアな撮影の場合はね、注意が必要ですけれども、まあ私の場合ですと全くファンオンの状態で全くピンマイク音拾うことはないかと思うので、この状態でいいですね。そしてさらに音気になる人はファンをつけないモード、ファン消すモードがあります。ここです、ここ、この光っているボタンを押しますと、はい、ファンが消えます。ファンが消えますけれども、明るさは暗くなりましたね。もちろんファンが停止したことで熱がねこもりやすくはなりますので、あまり明るくはできないというところですが、これでも 35%、 先ほどファンある時の 35% の光量が 100% ということで、これでも結構十分な光あると思いますので、まあ、このあたりはファン使うか使わないか、使い分けかなというふうに思います。ファンオン、はい、こんな感じで調整が可能という感じです。そしてこれチャンネル設定はリモコンです。リモコンは別売になってます。というのも擬的マークがどうもねついてないのかな。なので、まあ、私こう遠隔で操作するわけではないので全然いらないんですけれども、リモコンはついてませんでした。そして、まあ、こちらもね使わないでしょうということで、 FX モードといってこういった効果、特殊効果をできるんですよね。これで多分種類回すんだと思います。 FX2FX3、 これポケモン現象注意かと思いますけれども、はい、こんな感じで、何でしょうね、これこういう撮影、映画の撮影とかなんか特殊効果を入れて演出したい場合には、わあ光る光る、はい、こんな感じでいろんな光り方が設定できるようですけれども、はい、私はこれ多分全く使わないと思いますので、このようにオフにしておきます。はい、こんな感じのインターフェースですね。ちょっと注意が必要なのは電源です。コンセント、こちらアースが付いているタイプになりますので、このような電源アダプターはアース付きのタイプを購入しましょう。あとは特に電源アダプターとかなくね、ほんとこのコードがあるだけですので取り回しも非常に楽です。コンセントにつないでこんな感じでね、タラーンと垂らしてセッティングするだけなので、ほんとお手軽なセッティングです。このように本当に明るい照明ですので、かなりね使い勝手、活用の幅がね広がるんじゃないでしょうか。やっぱこういった照明は大は小を兼ねるのかなというところを感じましたね。まあ絞ってやれば小さい使い方もできるかと思いますし、MAX にすることでかなり大出力することができますので、ちょっとでもね光量に不安を感じている方は大きいのを買っておいてはいいと思いますけれども、まあこの取り回しというかね、サイズもそれに伴ってでかくなっていきますので、そのあたりは、まあ、こういったレビューを参考にしていただいて選んでいただければなと思います。なかなかねこういうものは触れることができないっていうところと、実際ね部屋に置いた時にどういう光り方をするんだろうっていうのは、まあ一か八かというところがあると思いますので、参考にいただければと思います。照明ありなしでねどんぐらい違うのかって見てみたいと思いますけれども、今上照明照らしている状態でこんな感じで撮れてますけれども、この照明をオフにしますと、はい、こんな感じになっちゃいますね。夜ですので外光がない状態で部屋のシーリングライトだけということで、それを、はい、このように明るく炎色性高い光で照らすことで ISO 感度も今125、こちらオフにしてしまうと、はい、1100ですね、1100というところまで上がってしまいます。1250です。ということで全然このようなノイズとかね感度にも影響が出てくるというところで、商品紹介等される方にも非常に役に立つライトじゃないかなと思います。次にリフレクターを装着した状態です。どうでしょうか。そうしますとこのようにかなりね集光されますので、特にスポット的に照らしたい場合っていうのは役に立つかなというふうに思います。全体を照らすというようにね、はい、この上側には光がね拡散しないようになりますので、はい、こんな感じでリフレクターで光を集めて明るく集中させるという感じです。どうでしょう。こういったパーツも使うことで様々な使い方ができますね。
どうもこの取り付けは互換があるようなので、上にねスイッチがあるんですけれども、レバーがこれを引っ張って回転させると簡単に脱着できますので、このあたり他のパーツに変えたりすることもできるようです。これ最近の買って良かったものランキングの中ではね、本当に上位に入ってくるかなっていうぐらい良かったなと思ってます。いかがでしょうか。かっこいいですね、しかも。ということで今回はゴドックスから発売されています SL152 という2になってね、より光量がアップしたようです、ビデオライトご紹介いたしました。照明ね、どうしようかな、ちょっとな、部屋暗いな、夜撮影したいなと思っている方、こういった照明の選択もありです。またインタビューとかね、自撮りしたりしてこう紹介とか、自分を照らすっていう、人物を撮るっていうのにも向いていると思いますし、ポートレートとかね、様々な、まあ、撮影される方にとっても、ストロボ的なライトと、まあ、ちょっと対真逆ですけれども、こういった常時点灯のビデオライトっていう選択肢も、光の状態を捉えやすくてね、完成イメージがもう見えているというところで便利なんじゃないかなと思います。いやー、Amazonセール本当に良かったなと思います。もう価格今戻っちゃってみたいなので、またやるとねいいなと思いますけれども、ぜひねチェックしてみてください。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。